Engine for the life。車で行こうです。今日ご紹介するのはスカイアクティブ技術とマツダのデザインテーマ鼓動を全面採用しマツダの商品群に加わったばかりの CX-3 です。話題のクリーンディーゼルエンジンのみという設定も今のマツダの勢いを感じさせますね。次世代のスタンダードを提案するという開発コンセプトからゼロベースで組み上げられた価値観は私たちに具体的にどのような提案をしてくれるのか楽しみですね。はい、今回はメーカーの、試乗会が行われた会場での、開発担当者の方へのインタビューも注目です。それではポイントから見ていきましょう。2011年の CX-5 登場からアテンザ、アクセラ、デミオと機関車種を刷新したマツダの新たな提案 CX-3。 デザインは都会からアウトドア、どんなシーンにも入る存在感のあるプロポーションをしています。プラットフォームはデミオと共有化していながらもサイズを超えた個性を前面に押し出しコンセプトカーがそのままリリースされたような印象すら与えてくれる仕上がりを実現しています。マツダの世界観を象徴する要素である質感と使いやすさを高い次元で両立させたインテリアデザインはヒューマン・マシン・インターフェース思想に基づいて作り込まれユーザーに大きな満足感と安心感を常に感じさせます。パワートレーンは 2.5 リッターガソリンエンジンを上回るトルクを気持ちよく走れるようにデザインしたというクリーンディーゼルエンジンスカイアクティブ D1.5 のみの設定。ラインナップは3グレードすべてに 4WD と FFMT と AT を設定した全12パターンから選べるというのも特徴で価格は237万6千円からとなっています。大ヒットを飛ばした CX-5 より一回り小さい CX-3 どんな走りでマツダらしさを表現しているのか注目です。はい、 CM の後はいよいよ始動です。今回の車はマツダの新たなコンパクト SUV CX-3。 ディーゼルエンジンのみの設定でリリースされたそのドライブフィールを岡崎五郎がレポートします。マツダの CX-3 に試乗をしています。この CX-3、僕かなり気になっていたんですけれども、なぜ気になっていたのか、一番の理由はエクステリアデザインなんですね。このボンネットフードの張りであるとか、豊かな張りにくっきりとした、キャラクターラインが入っている、それからルーフエンドのあたりの処理なんかもすごく個性的で、今勢いに乗っているマツダデザインの、ある意味最新モデルとしてまた一つもうサプライズを提供してくれたなと思いますね。乗った感じすごくしなやかです。デミオとは全くこう違う世界観を持っています。なぜ今デミオという車を引き合いに出したのかというと、実はこの CX-3 はデミオとプラットフォームを同じものを使ってるんですね。そしてホイールベースも同じということで、いわばコンパクトカーをベースに SUV を作ったわけなんですけれども、コンパクトカーをベースにしたことによるネガというのはほとんど感じさせませんね。非常に1クラスあるいは2クラス上の質感をあらゆるところで実現をしていると言ってもいいですね。エンジンは 1.5 リッターのディーゼルのみという設定です。静粛性、それから力強さ、運転のしやすさ等々、全てにおいてやはりその素晴らしくよくできたエンジンだなというのがファーストインプレッションです。でこれナチュラルサウンドスムーサーというディーゼルの音をさらに打ち消す、低くする、装備
上級グレードにはついてるんですけれども、これについていないということなんですが、かといってうるさくてしょうがないかというと全然そんなことはなくて、まあ、あの乗り比べたら分かるんでしょうけれども、乗り比べなければこの状態でも何ら不満を感じない、静粛性に関してですね、そのぐらいの仕上がりです。一般道に入ってきました。このエンジン、すごくやっぱり改めて静かだなと思いますよね。日本で売れている車の乗用車の、ディーゼル、そのうち6割をマツダが今こう占めているということなんですが、やっぱりこのハードウェア上の優位性ですよね、そういったことを考えると、それも頷ける話です。はい、今いつものちょっと路面の荒れたところに入ってきました。そうですね、結構入力が大きくなるとさすがにこうガツンとくるような部分はあります。中ぐらいの段差までだったらこれすごくうまく吸収してますよね。で、まあ、そういう意味ではこれ乗った感じ、コンパクトカーのデミオよりも、もっと快適性は、明らかに上ですし、それから、まあ、車のどっしり感なんかも含めて、快適性も上がってます。さあ、ワインディングに入ってきました。あ、いいですね。やはりデミオなんかよりもちょっとこうハンドルの切り始めは穏やかなんですね。まあ、最近は技術の進歩で SUV もすごくスポーティーな走りをする車増えてきたんですけれども、やはりこの CX-3 の場合はその元からの成り立ちですよね。前高が高すぎないとか、そういったものも、そこに加わって、すごくこれは安定した走りを見せてくれます。普段だったら何の気なしにこう走っているようなところも、この車だと、ああなんか気持ちいいなって思える、そういう部分がおそらくその日常の車生活の中でこうちょろっとねこう楽しみになるし、キラッと光のようなものが当たるし、そういうことを味わわせてくれるという車作りをおそらくマツダって狙ってるんだと思うんですよね。で、そういうエッセンスしっかりとこの CX-3 にも、入っていますね。それでは安全性の評価に行きましょう。マツダ CX-3 なんですけれども、全て丸ということでよくできましたですね。ともちゃんはこの車改めてどうですか？はい、私後席居心地がいいなと思って、確かに段差乗り越えるとゴツッと来る時はあるんですけど、でも普段のちょっとした荒れた路面だったらそうクッションが上手にその動きを吸収してくれて快適に過ごせそうだなと思いました。僕も実は後席はびっくりして、座った瞬間にうわこんなにクッションストロークがしっかりした車っていうのは高級車以外ではなかなかないなって、ちょっとこれはぜひ体感皆さんにもねしていただきたいポイントですよね。はい、さてここで CX-3 のユーティリティをチェックしてみました。まずは後席への乗り込みです。かなりスタイリッシュなんで乗り込みどうかなって思ったんですが、ドア自体は結構大きく開きますね。そしてクッションの高さですね、座面、これ意外と乗り込みやすい高さにあるのがポイントでした。そして空間です。後席、身長162センチの私で五郎さんのポジションを合わせると膝1個、やっぱちょっと膝前は狭めですね。ただ頭上の方はこの状態で原骨2つ分入りました。そしてこのシート、ストロークがすごくあってしっかりしてるんですよね。そしてラゲッジスペースです。このように開けていくと、この床の位置自体はちょっと高め、そしてこのようにどんな感じなのかなって見ていくと、ラゲッジボードを上の位置に合わせると後席を倒した状態でフルフラットの床面になる、さらにちょっと背の高い荷物を積みたいときはこのボードをですね、ちょっと下の方に掘り込まれた形状になっています。ノーマルの状態だと20センチの深さが得られるんですが、ボーズサウンドシステムをつけると深さ8センチになる、ちょっと浅めの仕様になるそうですね。はい、まあ、でもこれ見た感じそれほど大きくないでしょ、荷室も。それから、はい、後席もそれほど広くはないんだけれども、そのあたりは、まあ、デミオと同じホイールベースっていうのは聞いてるんだけれども、でも外観とか乗った感じとかそのあたりでちょっとこうもうちょっと大きい車乗ってるなって感じさせるのはすごく面白いなと思ったんですよね。はい、そうですね。それではマツダ CX-3 の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。まあ、丸、これ魅惑的なデザインですね。本当にこの車、かっこいいんですよ。タイヤが大きくて、キャビンがぐっと小さくて、それからノーズが長くて、
オーバーハングが短いという、まあ、これスポーツカーにも言えるんですけれども、車の美の本質みたいなところがこの CX3 SUV でありながら持ってるんですね。こういう、ね、デザインが、まあ、本当にこう日本から出てきたっていうのは本当に良かったなと思います。まずこれは、ディーゼル仕様でもいいんです。ディーゼル仕様が あるのは嬉しいんですけれども、ガソリン仕様も欲しいなと思いました。まあ、例えばデミオの場合 2,30 万円ガソリンの方が安いんですね。そういう意味でいくと、もし CX3 ヒットして、たくさんの人に注目されたら、さらにその輪を広げるために、ガソリンも今後、追加していってほしいなというふうに思いました。はい、私も丸なポイントはやっぱりデザインでした。完成の域に達した鼓動デザインと、洗練されたインテリアですね。まあ、外観の美しいプロポーションはさることながら、インテリア見るとダッシュボード周りのエアコンの吹き出し口とか、ドアのハンドル周りのデザインとか、本当に素材や色がよく吟味されたもので緻密に作り込まれているんですね。もう見るためにため息が、出てきそうなデザインということで、まあ、これは本当に国産車でありながら欧州プレミアムコンパクト SUV に負けないモデルに仕上がっているんじゃないかなと思いました。そしてバッテン、これは運転席から見ると A ピラーがちょっと寝かせ気味の傾斜になっているので、ちょっと視界にかかりやすいかなという印象を受けますね。交差点の右左折などの時はちょっと意識して運転された方がよろしいと思います。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。エンジン for the life